日本種は、地域や個体によって、シがてら毒を持つ者がいることから、毒ヒラアジという別名もある。他に、日本での地方名は、ヒラアジメッキぜ名エえば、ガーラ等があるが、これは本種のみを刺さず扁平な体型の、大型アジ類の総称として用いられる。制御は、 全長 117cm、体重 43.5kg の記録があるが、通常は60から 80cm 程度である。体は長大円型で体高が高く、側は平たする。体側は、鈍い銀色光沢のある、青緑色で、多くの小黒点がある。体候半の第二背びれ、尻びれ、尾ひれが多く、英名ブルーフィンとレバリーはここに由来する。 また胸びれ、第二、背びれ前端、尻ひれ前端は、釜状に伸びる。目は小さくて、油まぶたが発達し、上顎骨後端の真上にある。幼魚は前長に比して体高が高い。体色も銀白色で黒点がなく、胸びれが黄色で生魚とは、見かけが異なる。老人味、銀亀味、カッポレ等多くの同族種がいるが、幼魚では、胸びれだけ。 黄色いこと。制魚では、青緑色の地に小黒点が多いことで、区別できる。他にも浪人味は大型で上顎のなす角度が鈍い、こと。銀ガメア味は、目が大きく災害上部に、黒縁があること。カッポレは、目の上の額が高いこと等の区別点がある。インド洋と太平洋の熱帯海域に分布する。いわゆるインド太平洋のみならず。 メキシコからパナマまでの東部太平洋にも分布している。日本では南日本の暖流に面した海域に見られ、南西諸島や小笠原諸島で個体数が多い。またハワイでは銀河メアジとの交雑個体も報告されている。生魚は沿岸の水深200メートルまでの珊瑚礁岩礁域周辺に生息するが、幼魚は内湾の砂底付近に生息する。 食性は肉食で、小魚や、甲殻類等の小動物を捕食する。他の銀メアジ族と同様に釣りや低地毛等で、漁獲され、食用となる。大型魚なので大物釣りの対象にもなる。ただし本種は、シガテラ中毒の報告があるので、熱帯海域産で50センチメートル以上の大型個体は食べないよう注意が必要である。 ABCD 石川明翔釣った魚が、必ずわかる、カラー図鑑2004年、長岡書店 ISBN45 億2221万3727ハット ABCD 本村広之監修医を、ワールド、鹿児島水族館、鹿児島の低地網の魚たち2008年に ABC、ケランクスメランピーガスフロス、R&D、D ポリーエディターズ2009フィッシュベースワールドワイドウェブエレクトロニックパブリケーションバージョンハット ABCD 岡村治天岡国を監修産 k カラー名ン日本の海水魚1997年 ISBN46 億3509万 272AB 伊田ひとしほか新装版詳細図館魚の見分け方2002年 講談社 ISBN40 億6211万2809ありがとうございます。